どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ダイナースクレジットカードの、入会キャンペーン解説をね、していきたいと思うんですけども、まあそれと合わせてね、ポイントサイトの案件もね、まあ一つね、紹介していきたいなと思います。で、このダイナースクラブカードの、キャンペーン自体はですね、まあ1月から行われてたんですけども、ポイントサイトの案件がね、まあ、ね出ましたので、まあ、今回紹介っていう感じでやっていきたいと思います。でこのダイナースクラブクレジットカードなんですけども、まあまあ、知ってる方も多いと思うんですけども、こちら年会費がまあ結構するクレジットカードで、初年度から年会費が、ね、2万2000円するクレジットカードなんですよね。まあまあしますよね。でこのダイナースクレジットカードのね、まあ、基本スペックなんですけども、基本はですね、100円で1ポイント貯まるクレジットカードというふうになっております。ですが、まあ、公共料金とかね、まあ、一部対象外のね、のものもあります。で、1ポイントね、そのまま ANA マイルにね、1マイルに交換できるっていう感じになっております。で1ポイント、ポイント自体はですね、有効期限がなくて、失効するなんてことはないんですけども、残念ながらね、ANA マイルに交換する場合、移行手数料っていうのが、まあ、年間ね、6000円かかってきます。移行先のマイルなんですけども、まあもちろんね、ANA はあるんですけども、まあ、それ以外にもデルタ、ユナイテッド、大韓航空、アリエタリア航空というふうにあるんですけども、これね、ANA 以外の、マイレージサービスに交換すると、ANA マイルだと1ポイント、100円、100ポイント100マイルなんですけども、他の航空会社はですね、100ポイント50マイルになってしまいますんで、まあこれね、なぜかわかんないですけども、ANA 以外のね、マイレージに交換すると、かなりね、もったいない感じになりますんで、ANA 以外ね、貯めている方はね、なかなか厳しいんじゃないかなっていう感じしますよね。でこのダイナースクレジットカードなんですけども、エグゼクティブダイニングっていうサービスがありまして、まあ、これね結構知ってる方多いと思うんですけども、まあ、アメックスのゴールドとかでもね同じようなサービスがついてまして、まあ、2名分のレストランのコースを頼むと、まあ、1名分無料になるっていうことで、まあ、2名分のコース料理がまあ1名分でね、まあ、利用できるみたいなサービスなんですけども、ちょっと私はね利用したことないんですけども、まあ、こういうサービスもあります。で、空港のラウンジも、こちらねゴールドカード、まあ、ゴールドカードなんですかね、結構審査が厳しいクレジットカードなんで、まあ、もしかしたらゴールドカードの中でも、まあ、かなりね審査が厳しめっていう風になっているかと思います。でプライオリティパスがね、まあ、使えるようなラウンジは、まあ、大体利用できるんではないのかなっていうのが、まあ、個人的見解なんですけども、まあ、結構ねプライオリティパスが入れるようなところはね、まあ、ダイナースのカード書いてあったりしますし、まあ、ダイナースしか入れないところももちろんあると思うんですけども、公式サイトのね、URL、概要欄にね、載せておきますんで、もしね、ラウンジの利用先みたいなね、まあ、知りたいって方は、まあ、そちら見ていただけたらなと思います。で、こちらはね、手荷物宅配サービスが、帰国時のみ無料で付帯しております。で、対象空港は、羽田、成田、関空、中部ということで、まあ、羽田空港はね、対象してるっていうのはやっぱり、優秀なクレジットカードっていう感じですね。うん、SPG アメックスとかね、羽田対応しておりませんからね。で、ダイナースクラブカードなんですけども、まあ、知ってる方ね、まあ、多いと思うんですけども、まあね、使えるとこね、結構少ないんですよ。まあ少ない、まあ国内はね、結構ね、私見てて、使えないっていうのはあんま見たことないんですけども、まあ中にあると思うんですけどね。うん。ですけども、やはり海外ですよね。うん。ダイナース使えないとこ結構あります。っていうので、コンパニオンカードっていうのを、昨年7月からね、このダイナースクラブカードを発行していて、まあこれはサブカードみたいなもので、マスターカードのブランドね、まあカードがもらえるんですよね。うん、っていうので、まあどっちでも、ダイナースで切っても、そのマスターカードのコンパニオンカードで切っても、まあ請求は一緒みたいな感じで、まあ利用することができるんですよね。ですけども、ちょっとこのコンパニオンカードで切ってしまうと、まあ、本来100円で1ポイントもらえるものが、まあ、100円、200円で1ポイントっていう風になりますんで、まあ、その点だけはね、覚えておいていただけたらなと思います。で、次にですね、
ポイントサイトの案件ね、紹介していきたいと思うんですけども、今ねポイントサイトゲットマネーっていうポイントサイトで17,500円分のね、まあ、ポイントで、出ております。正直ですね、これより超えているポイントサイトね、まあ、私があんまりお勧めしてないポイントサイトで、まあ、案件が出ているんで、もしねそちらを利用されたいという方はね、まあ、この動画を見てる方もまあいらっしゃると思いますんで、まあ、そちらね調べていただければまあ分かると思いますんで、まあ、私はねそのポイントサイトはまあ動画でも出しておりますけども、あんまり進めてないんですよね、対応が良くなかったんで。っていうので、まあ今回ねゲットマネーっていうポイントサイトでまあ紹介させていただいております。でこのゲットマネーのポイントサイトだと17,500円分のね、まあ、ポイントがまあ発行するだけでもらえるっていう感じになっております。17,500円分のポイントを ANA マイルに交換すると13,125マイルに交換することができます。まあ、これがねポイントサイトの案件っていう感じですね。まあ、次にね、まあ、この今回の動画のね、本題、まあ、ちょっとね前説が長くなりましたけども、次にねキャンペーンの、解説ですね。で今、このダイナースクラブ、クレジットカードですねは新規ね入会後、3ヶ月以内、だけね50万円分の決済が10倍っていう風になってるんですよね。まあ、これね最大5万円分のポイントまで獲得できるんですよね。でこれがそのまま5万 ANA マイルに交換できるわけなんですよね。いやすごいキャンペーンですよね。まあ、本当は通常先ほども言った通り100円で1ポイントで、まあ、1ポイント1マイルっていう感じなんですけども、この期間中だけね、特別ポイントっていうのが9ポイントつきます。ですので、100円の決済で、まあ、10ポイントが貯まるっていう感じになるんですよね。ですので、まあ、100円で10ポイントで、まあ、10マイルに交換できるっていう感じで、いやかなりすごいですよね。でこのキャンペーンのね付与時期なんですけども、まあ、これね届いたクレジットカードの有効期限って載ってるじゃないですか。年と一緒に年と月みたいな感じでねクレジットカードに記載されてくると思うんですけども、まあ、その時期によってねこの対象期間と、まあ、付与時期っていうのがね変わりますんで、まあ、こちらね公式サイト、概要欄に出しておきますんで、そちらはね、まあ、確実に見るようにねしてくださいね。まあ、クレジットカードが到着したらね、まあ、チェックして、いただければなと思います。まあ、この50万円の利用はね3ヶ月で50万もね、利用できないっていう場合はですね、まあ、Amazon ギフト券チャージとかね、まあ、そういう風な、まあ、利用の仕方も、まあ、なくはないですね。でこの獲得ポイントの利用明細とかねどんな感じなのかっていうのは、会員のオンラインサービス内でね、確認できるっていう風になっておりますんで、まあ、この点はね分かりやすくていいですよね。なんかキャンペーン乗っててやってても途中経過が見れないとねちょっとねどうなってんだろうっていう感じになりますよね。で今ね、プラス特典として、このダイナースクラブクレジットカードはですね、まあ、これ欲しい人いるかどうか、まあ人に分かれると人によって変わると思うんですけども、オリジナルタグっていうのはね、まあ、ちょっと写真出しておきますけども、オリジナルタグダイナースのオリジナルタグはね、まあ、もらえるキャンペーンなんですよね。今一緒にやっていて、まあ、こちらね漏れなくもらえます。でさらにね、抽選で5名の方に、サムソナイトのブラックレーベルスーツケースをプレゼントということで、まあ、こちらは、何でしたっけ、抽選にはなるんですけども、まあ、こういうキャンペーンも一緒にやっております。次にですね、こちらダイナースクレジットカードのポイントについての注意事項ね、ちょっといきたいと思うんですけども、まあ、先ほど言った通り、ダイナースクラブクレジットカードのポイントは、まあ、1ポイント ANA マイルに交換できるっていうのはまあそのままなんですけども、他の航空会社だと半減します。ダイナースクラブクレジットカードの ANA マイルへの交換上限っていうのが、まあ、4万ポイントまでなんですよね、年間。っていうので、まあ、今回のキャンペーンで、まあ、獲得できるのは、ポイントサイトのポイントはまあ置いといてですね、このクレジットカードのポイントで5万ポイントがたまりますんで、まあ、5万マイルに交換できるわけなんですよね。ですんで4万ポイントの、交換上限を超えてしまうわけなんですよね。じゃあこれ年会費もう1年かかるのかっていう感じになりますよね。そうではなくてですね、これ交換の何ですか、その1年の区切りっていうのが12月の20日に設定されてるんですよね。ですのでこのキャンペーンでね、クレジットカードを利用して、5万ポイントゲットした人はですね12月20日までに4万ポイントを交換してください。
12月21日になったらまたそれがね切り替わりますんで、21日過ぎたらねまた1万ポイント交換して、まあ、全部で5万ポイントをね5万マイルに交換するっていう感じになりますので、その点ね、まあ、覚えておいていただけたらなと思います。あの切り替えがね12月20日にあるっていうことだけ覚えておいていただいて、まあ、それまでに4万ポイントね交換しとかないとですね、そこからまたもう1年ねかかってしまいますんで、上限を超えてしまいますんでね、そうすると、今作ったクレジットカードの年会費がまたかかってしまいますんで、それはちょっとねずっと持たれたいっていう方はいいと思うんですけども、まあ、そうじゃない場合はねちょっとねもったいないんでね確実にチェックしておくようにねしてくださいね。で、今回の、キャンペーンとポイントサイト、まあ、両方の、ANA マイル数を、合計するとゲットマネーで 13,125 マイルで、ダイナースクラブクレジットカードから、まあ、5万マイルということで、合計 63,125 マイルがね、貯まるっていう感じのキャンペーンになってるんですよね。まあ、これ結構すごいですよね。で、ちなみになんですけども、先日、まとめ動画の方でね紹介させていただいたんですけども、ANA ダイナースクレジットカードってありますよね。まあ、ANA ダイナース、まあ、今回のキャンペーンはこちらダイナースのクレジットカード、まあ、ANA がついてないねダイナースクラブクレジットカードのキャンペーンなんですけども、 ANA ダイナースクレジットカードっていうのも、まあ、今ねキャンペーン一緒にやってるんですよね。でこれね併用して、まあ、利用することもできますんで、まあ、こちらも簡単に解説させていただきたいなと思うんですけども、まあ、こちらは年会費が2万7000円で、こちら初年度からかかっていますで、こちらは ANA の、クレジットカードとなっておりますんで、移行手数料 ANA マイルの、ね、移行手数料はかからないクレジットカードとなっておりまして、まあ、最大獲得マイル数が7万1000マイル で、ANA カードを、ね、初めて作る方はマイ友プログラムっていう ANA の、ねまあ、紹介制度みたいながあるんですよね。まあ、それを利用するとですね、ANA ダイナースクラブ、ANA ダイナースクラブクレジットカードの場合、2000マイルがね、もらうことができますんで、合計で7万3000マイルがねもらえるっていうキャンペーンになっております。でこちらは、まずね新規で、発行で、まあ、2000マイル、この2000マイルはですね初めて作られる方限定というふうになっています。で、期間内に、50万円で3万8000ポイント、さらに40万円の決済で、2万ポイントで、90万円の決済分のポイントが、9000分入って9000ポイントっていうふうになります。さらにビジネスカードと家族カード発行で、まあ、2000マイルっていう風になってるんですけども、このビジネスカードと家族カード発行のキャンペーンの方は、まあ、一応これでね2000マイルもらえるんですけども、このビジネスカードも家族カードも有料なんで、まあ、ここだけはね、まあ、やらなくていいんじゃないかなと個人的には思います。まあ、これを、全部やったとしたら、まあ、7万1000マイルがね、もらえるキャンペーンという風になっております。で、もしねマイトモプログラムがあれば、7万3000マイルっていう風になります。いやこちらもねすごいキャンペーンなんで、ちょっとねこの前のまとめ動画に、ちょっとねポイントサイトの案件がなかったんで組み込まなかったんですけども、まあ、ちょっと案件が出てきましたので、今回ね動画で解説させていただいたわけですけども、まあ、これね両方とものクレジットカードのね、キャンペーン、乗ることができます。で両方ともねダイナースクレジットカードということで、まあ、初年度から年会費がかかってきますんで、まあ、その点だけはね、まあ、他の先日紹介した動画でも言ったと思うんですけども、ソラチカカードとかだったらねポイントサイトにも案件があるし、まあ、年会費は初年度無料だし、さらに、キャンペーンで、ある程度マイルがもらえるみたいなキャンペーンもありますんで、こちらをね利用する際はですね、まあある程度ね年会費無料とかでね、狙えるキャンペーンが終わって、まあ、次利用したいのがないけどどれにしようかなみたいな感じの時にね、まあ、こういうキャンペーンね、ぜひ狙っていっていただきたいなと思います。まあ7万 ANA ダイナースクレジットカードの場合は7万3000マイルで、今回の、ダイナースクラブクレジットカードの場合は、最大で6万3000マイルがもらえますからね、まあ、かなりのマイル数がね、まあ、一撃でゲットできるキャンペーンではあるんですけども、まあ、年会費が初年度かかりますから、初年度からかかりますから、まあ、その点だけはね確実に注意して、利用していただければなと思います。
今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。